こんにちは。はい、こんにちは。今ですね、はい、空港に着きまして最後の日本食を食べた。最後の日本食といえばやっぱりね、お寿司、ジャパニーズ寿司ですよ。味噌汁、味噌汁、味噌スープ。お寿司って英語なんていうの？お寿司。おう、行く前にちょっと腹ごしらえ。あれだもんね、結構長いんだよ。長いね。10時間ぐらい。10時間ちょい。ネギトロ、ジャパニーズネギトロ。おネギトロ、デリシャス。英語になってる。ネギトロ、ネギトロ。こんな感じですよ。どんな感じだよ。この後もあと2時間ぐらいに出発。そう、今回どういう目的で行かれるんですか、はい、今回アメリカは。やっぱ、ね、知ってますか？全然正直言っていい。正直言っていい。まあね、トレーニング、トレーニングはもちろんあると思うんですけど、あとの内容は全く分かんなくて、まあ、これね、もうね、いつも通りなんだけど、いつも通りなんだ。でも今回に関してはもっと分かんなくて、俺が試合前だったじゃないですか。その試合前に、なんかいろいろ、その、タケルがいろいろ手続きしてくれてて、ほぼね、ほぼというか、もう、俺は何も知りませんよ。サプライズがあります。サプライズなんだ。今回サプライズがあります。達也君、なんと、今回、アメリカで、学校に入学します。どうしよう。どういうこと？達也君、学生は？学生になります。絶対そう。本当ですか？学生なんだ。勉強します。今回。英語の？トレーニングと勉強両方。ってことは留学と？留学です。サプライズです。で、俺は留学したかったの。話してたね。言ってましたね。はい、勉強したくて、留学したくて、俺は申し込もうと思ったんだけど、達也も申し込んじゃえって、達也も申し込んでた。めちゃくちゃだな、君は。何そのしゃべり方。相変わらず。なので、達也くん、学生になります。勉強してください。え、大丈夫？ペラペラになってください。まあ、とりあえず、しゃべらなくても大丈夫な学校だもんね。そう、でも試験が、試験でクラス分けがあるらしくて、多分一緒のクラスにはなれませんので、一人で頑張ってください。異国の地で一人で頑張ってください。なるほどね。まあいいや、なんでも。まあ、ということで、どういうことだよ。どういうことだよ。では、皆さん、皆さんロスへ、レッツゴー。レッツゴー、良い旅を。はい、はい。次はそばです。はい、我慢できずにそば屋に行っちゃいました。2軒目でございます。2軒目でございます。やっぱ日本食食べてもないと食べなくなっちゃうから、なんかいいよ。はい、ということで、どういうことだよね。ということだよね。フライト時間が長いということで、昨日寝ずに来てて、今すごいね。やっぱ寝たいじゃん。寝たいけど、その努力すごいわ。俺がすぐ寝たよ。じゃあ絶対寝れなくておじさんおけたから。だから何が起きてない、何ていうか分かんないけど、でも多分そういうことだと思う。そう、下呼吸をしない。これ取れないか。ということで、ということで寝てみよう。できますよ。さっきも言いましたけど、アメリカに到着しました。ちょっとね、いろいろとハプニングがいろいろとね、ハプニングがあったんで、またそれはちょっと後で話したいと思いますんで。久々の LA です。ハプニングが起きた出来事を話したいと思いますんで、はい、また。これだと思ってます。
はい、ということで到着しました。なんかいつも毎回タケルと来るときホテルというかエアビーだよね。そう、ホテルだとキッチンついてないから、うん、自炊ができないから、あと2人で泊まるんだったらホテルより、ね、確かになんか一部屋一軒で借りた方が楽しいよね。そう、あとそう自炊もできるし、ご飯もね、キッチンも広いしね、広いし、うん、でベッドルームが2つあって、いや結構ねいい家ですよ。ここ頑張って探したからね、これ。はい、大変だったよ。そうそんな大変じゃない。俺普通に来てるけど、うん、そうだよね、だってめちゃくちゃ家あるわけだもんね。そう、しかもあんま空いてなかったんだよね。あ、そうなんだ。しかもやっぱ海外とかでこう家を借りてるって、いや絶対大変だと思うよ、うん、飛行機もそうだし、ね、この家を借りるのもそうだし、手続きもそうだし同じようなこともしかも到着した瞬間に、うん、トイレ行きたくてちょっとハプニングっていうか、トイレ行きたくて駆け込んだら2人が囲んだ女子面だったっていうね。あああれね、空港ね、空港でだからあれ紛らわしいよね。紛らわしい、なんか男も女も青なんだよね。そうびっくりした。あれ俺も普通に男子面じゃなくて入ったらもうガチャッて言ったら女の人が出てきたからね。あれなんかあれこういうシステムアメリカって男女一緒なんだっけって思ったら普通に女子面だったね。ほんとそれ、もう早速ハプニング起きましたよ。もうほんとに武田さバーってすんなり行ったじゃん、うん、俺止められたからね。また俺一生懸命武田探して、あ、フレンドフレンドフレンドって言って、うん、だけどなんかダメで、うん、したらストレイとか言ってめっちゃ大きい声で、うん、ジャパニーズなんとかとか言って喋、うん、る人呼べるんですよ。いやーそれでいたんだ。おじさんいたよね。そう、おじさんがいた。だってなんかおじさん連れてきたかなと思った違う。そんな感じで入国審査無事終わって、なんとかロサンゼルスに着いたということで、よかったです。はい、まあ、今日はとりあえず到着日なので、はい、今から食料を買い物しにスーパーに行って、うん、食料を買って、今日はランニングかな、軽くランニング、ね、はい、海までランニングして、最高で明日から本格的にちょっといろいろ活動していきたいなと思ってます。わかりました。 LA のことをね、様子をまた上げれたらなと思うんで、そちらも楽しみにしていてください。じゃあ、じゃあ、いやもうないよ鎖。ないの、はい、もう閉めるの早いしということでまた次回の動画をお楽しみにお待ちくださいということでということでまたお楽しみに。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。